はい。12月の17日です。え、本日、最終日になりますけども、フラワーデザイン展を行っております。え、公益社団本人日本フラワーデザイン、デザイナー協会京都府支部の、えっと、植物園の主催による展示会を行っております。少し、作品の方、ご紹介したいと思います。え、これコンテストになっておりまして、 植物素材8割以上の作品、アレンジを展示しております。まあ、花束とか、あとリースなども作品の中に入っております。 えー、昨日は、えー、クリスマスリースの、えー、アレンジをき、えー、日う、き、えー、講師の方の、えー、指導により、えー、教室の方を行いました。この作品は、えー、京都府知事賞の作品になってます。 35点の今回出品ですそしてこちらは高校生部門ですね「未来へつなぐ花」の高校生部門。 はい。えっ、ー、と、こんな感じで今日、えー、16時まで植物園会館の展示室で、えー、コンテスト作品の展示を、えー、行っております。